シリスロジックはアメリカ合衆国テキサス州オースティンにある班、同体設計開発会社。集積回路のファブレス企業でサウンドチップや組み込みプロセッサー等の開発で知られる。1990年代前半には低コストなグラフィックプロセッサーの開発で知られたが、2005年5月にグラフィック部門をマグナムセミコンダクター、インクへ売却。以降は、 サウンドチップの開発のみに注力し、2014年にはウォルフソンマイクロエレクトロニクス社を買収、現在の体制となった。1990年代初め、シリスロジックは低価格パソコン向けグラフィックチップの供給メーカーであった。シリスのマイクロソフトウィンドウズに DGUI アクセラレータは、ローエンド市場において最も高速で、オークテクノロジーズ、 トライデントマイケロシストムズパラダイスの競合 VGA チップを上回っていた。例えばシリス GD5422 は8ビットカラーと16ビットカラーのハードウェアアクセラレーションをサポートした。それは両方をサポートする SVGA コントローラーでは最も低価格なものの一つであった。a t 互換機は PC-9800 シリーズなどとは違い。 基本システムの構築には何らかの VGA チップが必須であるため必然的に普及機やオンボード向けの低価格 VGA チップは相当数が出荷された PC-9800 シリーズが前世だった頃の日本ではグラフィックアクセラレータとして高級チップである S3 が人気を集めていたがその頃のアメリカではむしろシリスロジックが一番人気であり S3 よりも売れていると言われていた。1990年代中盤、PC が p c i バスに移行したとき、シリスは S3 やトライデントマイケロシストムズの影に隠れることになった。GD5470 万デロのリリース日が発表されたときには、デスクトップ PC グラフィックにおけるシリスの評判は苦しい状態にあった。 ランバスを用いることで格段に高速な設計になったことを示した GD5464 が完成を控えていた中でマンデロの開発は遅れをとっていた。同社の最後のグラフィックチップ PCI-AGP3D アクセラレータの GD546X ラグナシリーズはランバスドラムを採用した数少ないビデオカードの一つで独創的であった。 GD546X で使われているタイルメモリの特許は今日のほとんどのグラフィックプロセッサで依然使われている。しかし、当時のプロセス技術によるゲート数の制限を受けた他の多くの 2D、3D チップのように、テクスチャマッピングのパースペクティブコレクト、バイリニアフィルタリング、シングルパスライトニング、グーローシェーディング、アルファブレンディングといった機能セットは次世代の 3D チップと比べて不完全であった。GD546X ファミリーは当時の CPU 処理の制限により、GD546X の本来の演算能力は約250万トライアングル毎秒で、これは競合製品よりもはるかに高速であった。インテルの i740 で 3D 市場に参入したとき、シリスロジックは 当時年間5億ドルの価値があった市場から撤退した。シリスロジック、グラフィックカードのエミュレート実装がいくつかのエミュレータに使われている。県はシリス CLGD5446PCI VGA カードをエミュレートし、これは全 HVM、KVM、BOX、BOX はさらに CLGD5430 以下カードでもエミュレート実装されている。 CLGD5464 ラグナ 3D デスクトップ向け編集 CLGD5462 モバイル向け編集 CLGD ありがとうございます。